涙止まらん。いただきます。はい、うん、おいしい。おいしい、うん、どれくらいおいしい？10のうち。おいしいよ。おいしいんだけど、うん、肉多くない？おいしい、超おいしい。お店の味みたい。うん、おかわりあるよ。今から晩ご飯を作っていきたいと思います。今日はですね、どうやら長男が手伝ってくれるらしいです。メニューは唐揚げでございます。あの例の唐揚げです。最後の夜はですね、大好きな唐揚げでお腹いっぱいになってくれたら嬉しいななんて思っておりますので、今からたくさん作っていきたいと思います。その中じゃんじゃん入れちゃって、じゃん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 入れちゃって、このぐらい、ちょっと塩、醤油、醤油、そう、ちょっとだけ、はい、ちょっとね、ガラスープの素、肩のクリコを入れます。パン粉を入れすぎるとこの前みたくフライみたくなっちゃうので、入れすぎ禁物。ひっくり返しながらやってやると粉が絡む。
ただきます。うん、やっぱり揚げたてが美味しいです。油揚げ入れなきゃ。油揚げ忘れてた、入れるの。あーちゃんこっち向いてんの。あーちゃん、あーちゃん、あーちゃんも寂しいね、寂しいね。あーちゃん一緒についてきな。あーちゃん一緒についてきな。どうそれ、今日の唐揚げどうや、どうやどうや。この前のエビフライ見たくなってないよね。ちょっと手伝ってくれます。乾杯。カリよ。カリカリ？カリカリ。で豚汁から、うん、今日は比較的全部成功してる、比較的、うまい、カリカリ、おいしい。なんかこれ変なの名もなきおかず、うん、あ、おいしい。名もなきおかず、オクラと山芋と新玉ねぎと鰹節、体に良さそう。わさびが、わさびがめっちゃ塊食べちゃった。涙止まらん。あ、泣けてくる。